調合は西洋音楽の楽譜寄付にあたって用いられる変化記号のセットである。主として五線の最初に置かれる。調によってどのように置くかが決まるため調合と呼ばれる。伝統的な西洋音楽においては調合はまたはのどちらかをもっぱら使うか全く使わないかでありとを混用することはない。調合としてのまたはの個数は一般に7個までである。 の調合は、ヘハトニーホロの順に、の調合は、ロホイニトハヘの順に書くが、これは、それぞれの使用頻度の順である。の最初のは、第一件には置かず、第五線に置く。ただし、古い時代の譜面では、下第一件から、上、第一件に収まる範囲で、該当するすべての音に調合をつける寄付法も見られる。例えば、トート記号での二調調なら、第一件。 第三権と第五線の三箇所にをつけるというものであるこれにより、調合は全音階を規定する。一方、調によって使用する全音階は決まっているから、調によって調合は決まる。例えば、二蝶調の調合は、ヘとハについてである、などである。調合において、シャープやフラットの効力は、オクターブにかかわらず、その五線の同じ音名のすべての音に及ぶ。 ありがとうございます。